あーいる、あ、いる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 。ちょっと上げてみ、ちょっと上っぽいよ、ちょっと上よ、ちょっと上げるの、ちょっと上、顔をですね、穴から入れてます。あー来てる来てる来てる、いるいるいる、上がってくる、上がってくる、多分。ちょっと待って、もうこれ上が下ろした方が早いの、もっと上。あ、あ、あ、来た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 、よし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 、マジだ、ボーザギース、ボーザギース、丸、わ、一瞬で食って丸飲みじゃん。いたー、ちょっと待って、他には、他にやってこない、なんか漏れで上がってくる、え、寄生虫ついてる、そう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 、え、寄生虫ついてる、誰、ちょっとこれ、ちょっと見たい、うわ、すごっ、何これ、え、寄生虫それ、なんだそれ、絶対これなんかの寄生虫ですよ、とんでもない寄生虫ですよ、これなんか初めて見た、やばい寄生虫ですね、何これ、ヒルっぽいですけど、しかも氷点下に耐えられる寄生虫、いやー、マジか、ちゃんとほんまに隙間におるんやな、はい、体重が160、160、うん、はい、じゃあ、はい、いらっしゃい、行きます、はい、どうぞ、僕は何でしょう、あまり余計な、余計に切らないことって気をつけますね、深く切るとか、あの魚を傷つけないようにするっていうのが一番重要視してます。もう人間のと全く同じものを使ってます。30、32で、いや、30、32入ります。ちょっともうお腹がはい、すべて終了です、いってらっしゃい、行こい、いや、頑張れよ、よっしゃ、頑張れ、昭和基地といえば巨大魚、雷魚だましというのがいます。これは1メーターを優に超える巨大な魚です。この魚がどのように動いているのか、どういったものを食べているのか、どこにいるのか、いつ出てくるのか、全く分かっていないです。この64時帯ぐらいをきっかけに進められたらいいなと、北の浦が、日本の極地研究、南極研究の雷魚だましを釣る情報についてはほぼゼロでしたね。 600m って深い海域、オングル海峡の深い場所ということは知っていました。それ以上の細かい情報というのは全く知らなかったです。じゃあここに持ってきますね。あ、ありがとうございます。まずこれがリールです。おお、はい、これ何号か分かんないですけど極太の P を爪楊枝みたいな、これが 600m 出しても全然余るんで多分1000近く巻いてあるんじゃないかなと思います。最強12号とか15号、大西洋のクロマグロとか釣るようなやつですよね。
それでこちらが竿になります。いい、はい、これ置き竿にするので、いい、ね、これを置いて、いいね、どういうこと、600号、え、600号、これでも上げるときめちゃくちゃ曲がります、折れるんじゃないかってぐらい曲がります。うわすげえ。これがどれ、これをつなぎます。これじゃないですか、これです。え、これをですね、嘘でしょ、マジっすか。でもこれで、で、ここ突っ込んでピンを刺すとシステマチック。あ、なるほど、こいつの回転で負ける。動力が入ったっていうところがもうちょっと発想の妙と言いますか、ガソリンで動くリールっていうのはちょっと今まで見たことがなくて。この間通して、あ、なるほどなるほどなるほど、おお、あ、そうですね、やば、これこれで針はこういうのが、これ5本ついてます。やっぱこんぐらいのマグロ針じゃないと、うん、まああのサイズって感じですね、はい、ここなんかもザイルでやってますもんね。そうなんです。えこれか、思ってたよりでかかった。思ってたよりでかい、思ってたよりでかい。ソリとかを連結するときに、あのこうつなぐところの止めるピンですね、雪上車で使ってるやつってことですか。はい、あ、そういける気がするんで、もうあとは本当にやるだけ、トライするだけなんです。これからあちらにある大きな岩山がありますね。あそこ岩島という名前なんですけれども、雷魚魂がいるんじゃないかと思われる場所がありまして、そこで魚を取りたいなと。めっちゃ近づいてきた。すごい。カメラバックがないですか。こんなに近づいてくるの珍しい気がしますけど。はい、わー。ワクワクしますね。来ちゃいますか。このPの方来ちゃっていいですよ。これも1枚丸ごと丸ごとつけちゃいます。いや釣れそうですね、赤いの。いや釣れそうですよね。何ですか。なんか赤って、なんか赤釣れそう、赤って釣れる感じします。わかんない。豆乳を、豆乳行きましょう。はい、はい、じゃあ、行きますよ。はい、行、はい、きます。投入。本日は帰りました。今からも帰ります。行った。行った。我々の夢を乗せて、1740。ロープがあれ相当太いですから。確かに。これはある。ロープの抵抗で。でも、雷魚魂、あげ、
でも氷圧もそんなにないから、なんかいけそうっすね、このくらいの流れだったら。丁寧に20分だけ20分間ちょっと丁寧の地を踏んできたんで、一応地に足、あの大陸に足はつけたんで。なるほど。ライオダマシ、いやー楽しみですね、行ってくれ夏もライオダマシ釣り楽しい、楽しみすぎるでこれは。はーい、そうですね、はい。あーちょっと反対向き、じゃなくて、どうや、当たりあるか、いきなり当たりはねえかどんぐらい巻いちゃいます。明日どうなってんのやろうな。これで蓋してたの、はい、大きいのがあったんですよ。お願いします。よし、いや楽しみですね、帰りましょう。はい。